これもでかい。おお、これも指4本ですね。うう、でかいっす。指4本。これも中層で、ね、リアクション、強めのリアクションに来ましたね。ガツンと来ましたね。あ、もうボロボロですね。怖い。よし、はい、インギラギンですね。どうですか、釣ってみたくないですかね。まあ数釣りもね楽しいんですけど、こういったでかいやつをね、息を楽しみながらね釣り上げるのもね、これも楽しいですね。ガツンときですよね。ちょっと。おお、すげえ。だから、4本。あ、でもいいっすね。これね、今食いに来て、はい、食いに来て反転したんですよ。へえ。で、このこれに引っかかるんですよね。あ、ね。だからいいんだ。うん、側面にだから取れるんですよ。ああ、なるほど。すごい。ね、これがなかったら。はい、あの、人がなかったらあれですね、うん、取れてないです。あ、すね、こう引っかかるでしょ。はいはいはい、なるほど。だからこれつけた方がいいんですよ。はい、今回はですね、ハウツー動画は、引っ掛けですね。引っ掛け情報、ですね、何回かね、タチウオはね、バイトしてくるんですけど、その10回のうちね、取れるのがねやっぱり 2,3 回ですよね。それをまあ確率的に2割3割、それをね8割下手をすると10割 100% ね、フッキングさせるのがこの引っ掛けです。で、その引っ掛けが成立するのがこのスパークテンヤのアシストフックなんですよね。あの下からね、下からこうトントンとつつく時があるんですよね。だその時ね、微妙なあたりをね取ってすぐに、合わせる。でこのフックに引っかかるという。まあ詳しくはね、これからね、過去の動画を見ていただければ分かるんですけど、基本的にはね、しゃくりは合わせはこうですね、横合わせです。これで引っかかります。こんな感じですね。上にしても引っかかりませんので、もうすべて横合わせですね。これで引っかけます。まあ活性が高い時はね必要ないんですけど、活性が低い時、どうしても食い込まない時、これ無理にね、食わせて食い込まそうとしても取れませんので、その時はもう違和感あればすぐこんな感じで合わせます。
だからあの餌のそばに来てますので、これで引っかかるんですよね。皆さんもね、練習してみてください。このね、ストアークテンヤのアシストフック、これさえあればね、爆鳥、大爆鳥、異次元鳥化、超異次元鳥化を達成できますので、それではちょっと動画を見てください。濁りはないですね。水質はなかなかねいいと思うんですけど、あ、当たりました、当たりました、当たりました。ファーストフィッシュです。6時45分ですね。45分、あ、今日もいましたね。ちっちゃいですけどね、今日はもう持って帰りますよ。6時46分ですね。よし、来ました。結構いいサイズありました。はい、2本目です。なかなかね、あの当たりが取れない、リアクションで食ってくんないですよね。ここが当たった、よし来た。あ、これスリっぽいですね。ああ、すごいですね。今食ってきたの分かったんですよ。で、反転したとこを引っ掛けました。19時12分で、4分ですね。まずリアクションで餌に気づいてもらってホールで食わすと。なんとかオレンジがいいですね。8時までにね、10本釣れればまあまあいいペースですかね。今の状況では当たった当たった当たったですけど、追いかけてこない。追いかけてこない。食い上げましたね、食い上げ、食い上げましたね、食い上げですね。沖の方で、相当沖で食ってきましたね。よいしょ、おー、ナイスサイズ、ナイスサイズ。指3本ですね。はい、19時18分ですね。5本です。よし、
低い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 、はい、19時24分ですね。右、ですからね、持って帰りますよ今日は。19時40分ですね。リアクション入れてステイですね。このホールで食ってきますね。満潮でね、海面上がったらね、なるべく海面近くでしゃくればね、このラインがね、水を叩くんですよ。この音にもね、反応しますので、おしきましたね。おお、はい、ラインをね、ラインで海面を叩くんですよ。そうすればね、その音に反応して食ってくるんですよね。今日オレンジがいいですね。まあこれはね、潮が高い時だとできませんけどね。はい、来ました。
さんで食いましたね。餌追わないですね。今のもリアクションですね。弾みで食ってきた感じですね。タチウオはね、餌を追う時のやり方と餌を追わない時のやり方、アプローチ違いますから。今ね、餌を追わないですからリアクションをね、強めにすればなんとか食ってきますね。こんにちは、セイラです。これからも一生懸命釣りを頑張るので、チャンネル登録の方どうもよろしくお願いします。